まあ、ユーミ強いからね、普通。ただ、合わせるチャンピオンが、やっぱ、どうしてもっていうのがあったんで。LCK は、エズの名手のプレイヤーがたくさんいるから、まあ、エズと合わせればいいよねってなったんだと。LPL だと、もうゼリーが消えたら、ユーミピックしないってな。ゼリー取れた時だけ、ユーミ取る。あと、エイミンが、エズ得意です。得意チャンピオン。まあ、ただ、KT はやっぱ、メタを象徴するピックを出ますよ。トップに短期で置いて、外に PC 持ってるサポーティブなミッドレーナーを置いて、ジャングルにキャリーできるやつで、ボットレーンは自信あるやつを。アンファはアーリー取ってると、まあ、アーリーに少なからず仕事してほしい。まあ、ただやっぱエズは集団戦のね、パワーがどうしても、ジュンクスアフェと比べると。まあまあまあ、十分十分。ナイスミット。あ、もうボットレーンはお互いファームですね。さあ、ベート何枚取れるかな、アフェリオ。ビッグウェーブ何回も押し付けて、ベート取らなきゃいけない。でも結構バイバー強気っすね。アニーがミッドにいるときはフレンズ持つんです。アルファイトもいるしね。これ考えると結構ゴーストは強気かもしれない。もしくは金言が置いたワード、ディープワードに映らないからおかしい。結局エズなんて突っ込まれば。でもこれ初手涙だったから結構涙溜まるの早い。逆にエズに金入れたくないね。あ、やっぱ LCK は初手ゲールフォースなんだ。パワープレ2枚エズに取られるの具合悪いね。多分オブジェクト取れてるから。まあでもハンファーうまくやってますよ。構成ですか、どっちもどっちっす。まあ、エズ次第ですよ。何してんの。なんかこれがジンクスだったら分かりやすかった。個人的には KT の方が言ってた。なんかジンクスとの農地はアフェリオスベタ足だからポジション取れないです。もう一枚 CC。KT が。ただ今回の場合だと、アニーが丸ファイトじゃないとアフェに届かないから、ポジション取りやすいですよ。自慢だと、時のリスクが高いんだけど、ジャングルにカバーさせる。ただ、ミッドの差が大きくなるのまずいな。アニーもこれ、仮面かテンペストビルドで、そこそこダメージ出るビルド。あ、でも、エズとがめたんで、だいぶ楽になったけど、できたから。結構、こっから強いね。ここから、の、マナムネ。までがすごいビルの。序盤触れないと思うけどな。アーリーのアルティメット上がんないと、ファイトされたときに。アルファイトのアルティメット取って。はい、これは。触ってもいい。アーリーの R が上がったし。Does gain here on the top side. Keen now is kind of blocked up under this turret with no ult here. So ここで TP on KT trying to secure this Drake. They pushed Viper away, but he's able to trigger. Well,
Zekka could be in a little bit of trouble here as Kuz is hard-breakering forward immediately. He does get knocked up by the Rakan. But it looks like Harmalife Esports, they don't want this fight. Kuz continuing to push forward. Orbit Deception does a bit of damage, but not the return. That's right, Ace has power 1. I mean, Kuz is 0-1, but a lot...ロア積んでたの積まなくなったのはカタリストがナーフされたからですよ。値段上がったんで 1300G になっちゃった。カタリスト1100で買えてたんですよ。あの直前のナーフで消えたんですよ。ミッドに送んないの ADC。 なるほど、に送るんだ LC。 LPL だと絶対ミッドに送るんですけど、ここまでオブジェクト制でファイトしないんだったらエズが一人でボットタワー叩いて金入れた方がよかった。ああこれだとアフェリオスの方がお金稼げていいですけど、代わりに TP より作ったか。いやかん、ああエズ追い出されちゃった、終わったな。ファイトも作れないね、これ。あのファイトが TP しないと。Ez の2コアが先か。カフェの2コアが先か。魔法のブーツの分だけ Ez が先に完成しそうだけど、アフェリアストップのアウターのローカルも手に入ってるから同じぐらいだな。アルファイト入ったけど、うわぁ！ディエゴキーンさんでした。キーンがちゃんとアフェリオスにアルトネット決めるんだ、それ。負けたと思ったけどね、AT。キンゲンにアルトネット打ったから、アニーが。DDD か。ライフも入ってさ、ワイパー完全にフリーだと思ってからビエゴがここに変身してアフェリオスに、いやちゃんとあのアフェリオスにマルファイトのアルティメット決めたことですね。あのアフェリオスサイドからしたらフラッシュあるから、あのアフェリあのマルファイトのアルティメットさえフラッシュでよければもう問題ないと思って、あの反応できなかった。あ、エズの方が通過できた。金言がちょっとアルティメット早かったかな。フラッシュでうまくアニのアルティメット避けてた。なんかスキル1個受けてから変身して。BDD とカズは合うんだね。早くカズのレクサイが見てよ。相性とかあるだろうから。あとはメタとかね。カズが輝いてた時ってジャングルがこうパワーあってさ、キャリーできる時代が輝いてたっす。今そのメタになってるんで。パワーあるな。マジでパワーある。逃げられない。ここでもバロン触れる。テレポートまで使った。いや間に合わないな、エズ遅いバロン。Rock dead for no real response. Yeah, very unfortunate. Close to getting Baron with that Leandre's Keen. Yeah, でもまあこれは Keen いっちゃうね。全然これはいっていいやつ。バロン触った判断がミスになっただけで、オプタは取ってればよかっただけ。あ、判断ミスった。バロン取れると思って、バロンタッチした。オプタはちゃんと折ってればよかった。ミッドかトップを追ってほしかった、キーンからしたら。
As BDD is gonna be able to land the Q. There it is, the flash forward from the incinerator. BDD. Oh, BDD. Cannot even survive after the battle dance to the fox. いいね。あ、でもディープワードは下手んでね。ドラゴンに行けばいいだけ。KT からさ。これでバロンチャレンジとかしたら危ないんで、ドラゴンチャレンジでいいです。逆にハンファはバロン側に来てほしいんで、バロン触りますよ、これ。ディープワード置けてるのを消されてないから有効活用し。アーリが深くに入ってくるやつ。And now KT moving as five. Life has no ultimate even though he's showing up here, and he may just actually get caught if he tries to sandwich his way in. Oh. Aiming gonna get some damage down onto this outer turret. Zeka still here, unseen. Off to the side. Life gets in with the rest of his team as now Keen's gonna have to flash away. Everfrost is gonna miss with the charm. Will connect onto BDD still. Keen's ult's coming up. Way's position. Keen's ult is almost ready. It, Honor Life really need to respect this. Well, this is going to be a 50-50 at best here. We'll see whether they do back away from this. The decoy going to be taken down by Baron. Baron just losing all of the attention that he wanted. And now Zeka... Wow. ポークで止めさせた。This turret is dead too. I mean, he might just commit to the top. Keen がめっちゃ仕事しました。フェイスチェックでバロンの視界も取りに行って。フラッシュアウトしてアーリ追い出して、アーリが一番怖かったんで、4人見えたじゃないですか。キンがバロン前に入りに行くことで相手の陣形で4人見えたんですよ、ハンコライフのプレイヤーのが。でアーリがいないことにそれで気づけたんですよ。いい仕事ですね。おい、エズ狙っていけますよ。ただエズなんです。お、そいつはエズなんです。届かないんです。そう、エズなんです。これがエズの強み。届かない。というか、金がうめえな。エズユーミなんです。まだユーミヒールもイグゾも残ってる。テレポート coming through from Kingen because this may be game losing if they don't contest. He's gonna come in here and try his best. あれがね、ジンクスだったらマジでいい仕掛けだったんですけどね。絶対届くから。あー、エイミーうまい。ナイス、イグゾーストレヘンズ。そうか、レヘンズだからユーミ取ったのか。レヘンズ、ユーミ得意だもんな。キンがキャリーしなくてよくなってからずっといいっすね。キンがもう俺がマジでレーンも勝ってゲームも支配しないとのキンではなくなってるんで、アフリカの時の。あと BDD のメタだからですね。こういうチャンピオン得意なんで。アーリとかリサンドラとか、まあ、アジールが一番でしょう。アジールもまあ次のパッチでね、うん、ワンチャン復権あるかもしれませんから。まあ、でもアフェも結局なんかユーミよりもルルの方がいいですよ。ルルの方がレーンより強い。アフェリオスのレーンの強さをより引き出せるのがルル。あと倒しにくいルルの方がユーミよりも。ユーミがやっぱスローになっちゃった分だけスネアじゃないから。わあ、ゼカさんやっちゃいました。やっぱゼカのメタじゃないんだよ。ミッドキャリーじゃないんだよ。まあラカンじゃなかったですね。結論ノーチだったらエズ捕らえれてたんで、ノーチだったらアルティメットで確定ノックアップで捕らえれてたから。